こんにちは。菊池邦子です、えー。私は日本の東京に住んでいます。ネイチャージャーナルを始めて大体2年ぐらい経ちました。ネイチャージャーナルをすることは私にとてもいい変化をもたらしました。それは自分で自分のことを認められるようになったこと、えー、つまり自分のことがちょっと好きになりました。以前は人と比較して、えー、嫉妬して えー、劣等感を持持っっっててネガティブなな気持ちになっていることがすすごく多かったですずっと絵本作家になりたくていろいろ奮闘していたのですがけれどなることができなくてで出版することができた友達と自分を比べて落ち込んだりしていましたそれから完璧主義なところがあるのでいい母親や妻にならなければいけないと思って けれどなれない自分を、えー、常に責めていました。いつも誰かに認めてほしいっていう気持ちがあったんだと思います。ネイチャージャーナルを書くときは、散歩に行ってで、自然の中から何か自分の書きたいものを見つけて選んで、でいろいろな角度から観察して、で疑問に思ってで、こうなのかなっていうふうに推測することもあります。でその時に えー、それが何かをこう分からなくても、後で何かと何かがこうつながったときにすごく嬉しいない嬉しい気持ちが湧いてくることがあります。で、たくさんある自然の中から自分が何を描こうと思うのか、何を何に心を動かされるのかそういうのを知ることがすごく大切だと思いました。それはと知ることによって。 で興味が湧いてでその興味が湧いたものに対してこう好きになるんだと思います。私は今すごく鳥に興味があるんですけどもうそ前はそんなに鳥に別に興味はなかったんですけど今はすごく興味が湧いてもう鳥の声をき聞くだけでどこにいるのかなっていうふうにそわそわしちゃうぐらい、えー、鳥に今ハマってます。で その好きになるっていうことはその自然に対してだけではなくて自分自身についてもそうだし周りの人との人間関係、えー、生活仕事すべてにおいてこう知って興味を持って、えー、面白いと思ったりするから好きになるそ,それは全部同じことが言えるだと思いますあと朝起きてその日をどんな一日に お過ごそうっていう風に選ぶ選ぶのか、えー、自分のせ生活とか考え方、えー、それらを観察して疑問に思って意見を持ってで改善していくそういうことをすべてが自分次第なんだっていうことをそのネイチャージャーナルを通じてわ、えー、かりました、えー、ずっと前に、えー、SNS で こう自分のジャーナルをアップしてでこの日記は私自身ですっていうふうに書いたことがあるんですけどでそ,のそれに対してコメントでだったらあなたの心は美しいに違いないっていうふうに書いた方がいらっしゃってでその時私はあれっって思ったんです綺麗な、うんまあ、今もそうですけど綺麗な植物とか可愛いいっていうふうに感じた鳥なんかを書いてるんですけどでも。 自分の実際の心の中は割とこう、ね、ネガティブなことが多くてでそれをまあ自分の日記はこれですっていうふうに言うのは何かおかしいなっていうふうに思ったんですがでネガティブな面も含めて私自身なので今後は SNS の SN「いいね」を気にしてこういいものを載せようっていうふうに思うのではなくって。<noise> 後から自分が見返した時に、あこんなことに興味があったんだなとかっていう風にあ面白いこと考えてたなとかって思えるようなここに気をつけていきたいなって思ってます、ね、ネイチャージャーナルを始めた頃は東京は都会なのでそんな何も書くものはないだろうっていう風にちょっと思ってたんですけどけれど気にしてみると自分の周りにはたくさん 自然があってで今だったら春になって暖かくなって雨が降って花が咲いてで虫たちが動き出してで、うん、今,だ今すごく歯が緑の歯がいっぱい出てきてるんですけどそういったことが全てつながってる感じがしてで自分もその。 自然の中の一部分だっていうふうに思う,思うとそ,のそれを見ることができてでそれを記録することができるっていうことにすごく感謝の気持ちがこれはすごくおなんか自分では驚きの効果なんですがそういう効果も「ネイチャージャーナル」にはあると思います。えー 私はまだネイチャージャーナリングを始めた、まあ、ばっかりのばっかりだと思うんですが、まあ、2年しか経ってないのでまだそれほど長いことをやってるわけじゃないんですけどでもそれでもちょっとだけ内側が変化してきたでと言えると思います。で今後もまあ興味の赴くまま自然を観察して で、記録、あの、楽しんで記録していけたらいいなっていうふうに思います。え、いつも皆さんのジャーナルを拝見して、刺激をいただいています。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。それでは。